ルシーのジム施設、大渋滞が勃発。チェルシー公式がジム内の様子をアップ、重量上げで人数待ちが起きたり。ジム内に人が多すぎて大混雑へ。チェルシーでトレーニングすることは1月1日にジムに行くようなものだ。公式アカウントが投稿したなんて信じられない。本当に心配です。彼らの最終目的が何なのかわかりません。チェルシーは5万人のチームを作り、全員で同時にジャンプすることで異常気象を起こそうとしている。チェルシー FC には多くの選手がいるので、クラブは独自の別リーグを作ることができます。バディアシレとムドリ君にウェイトリフティング以外の戦術を教えてください。プレイヤーは1メートルの間隔を空けて配置されます。これで50人全員が入ります。チェル A、チェル B、チェルシーまで作れるくらい選手いる。これは寸劇か何かですか？今はもっと大きな施設が必要かもしれない。コーチは選手が多すぎて全員の名前を覚えることすら困難でしょう。どんなコメディ映画より面白い神チーム。